この力をもってしてこの星の扉を開ける。神よ、我が魂に応えよ。来い、地に引きずり下ろし我が身の一部としてくれよ。今や神も人も全て私の中だ。協力感謝するよ諸君。神だと？そんなことができるんだよ。膨大なエネルギーがあればな。エネルギー？賢者の意志？まさか、じゃあもうみんな賢者の意志に。一体何人犠牲にしたんだい？この国の人口は約5000万人だ。人間からは賢者の石が、賢者の石からはホムンクルスができる。ではホムンクルスからは何ができる？何を生む？赤い石がもたらせる存在を神と呼べるのか？究極の存在にでもなったつもりだろうが、どん詰まりなんだよお前は。そうかね、ならば人を産もう。慌てるな。この国の人の魂はまだ完全に奴のものにはなっていない。奴に賢者の石を使わせるんだ。少しずつでも削り取っていけばいつか限界が来る。とりあえずこいつをぶっ飛ばせばいいんだな。兄さん、みんなを取り戻そう。僕に任せて。行くぞ。はっ、行くよ。はい。この国を、人々を、お前の好きにはさせん。死ぬまで殺すだけだ。接近戦を仕掛ける。誰だと聞かれりゃ主婦だと名乗る。奴への攻撃を続けてくれ。その間の防御は任せろ。人間ごとき、私には指一本触れることはできん。こいつ、攻撃が効かないのか。焼け石に水でも構わん。ガンガン行け。なあ、クソ、言われなくてもやってやる。格の違いを見せてやる。いける。兄さんの攻撃が効いてる。あまりここを壊したくはないのだが、まあ後で再生すればいいだけだ。さらばだ人柱諸君。
まさか。リナ、俺のそばに来い。頼む。みんな、力を貸してくれ。ほう、たかだか50万人分の賢者の石で頑張るものだな。だが時間の問題だ。神を手に入れた私は今や手のひらの上で疑似太陽を作ることも可能だ。消えて失せろ、錬金術師。時のために俺の中の賢者の石を頭を各地に配置しておいたのさ。縁というファクターがなければ力は発動せん。縁ならあるさ。空から降ってくる飛び切りでかくてパワーのあるやつがな。一色によって大地に落ちる月の影、本影だ。するか、オーエンハイム。そのためにここに来たんだよ、ムンクレス。痛みを伴わない教訓には意義がない。あれ、あら、アルフォンス。くそ、人は何かの犠牲なしに何も得ることなどできないのだから。この地上に生ける神の子らよ、祈り信じよ、されば救われん。私は太陽神の代理人にして。ラジオで宗教放送なんだこりゃ。いや、俺にとっちゃあんたらの方がなんだこりゃなんだが、あんたら大道芸人かなんかかい？あのなあ、おっちゃん、俺たちのどこが大道芸人に見えるってんだよ。いや、どう見てもそうとしか。ここいらじゃ見ない顔だな。旅行？うん、ちょっと探し物をね。ああ、そういうことかい。ごちそうさん。じゃあ行くか。ちょっと困るな、お客さん。だいたいそんな格好で歩いてるから。悪い悪い、すぐ直すから。直すからって。まあ見てなって。そんじゃ行きます。これでいいかな。こりゃ驚いた。あんた、奇跡の技が使えるのかい？なんだそりゃ。僕たち錬金術師ですよ。エルリック兄弟っていや、結構長通ってるんだけどね。おお、聞いたことあるぞ。鋼の錬金術師、エドワード・エルリック。いや、あんたが噂の天才錬金術師。なるほど、こんな鎧を着てるから二つ名が鋼なのか。僕じゃなくて。え、うちのちっかいの。誰が豆粒どっちみか。僕は弟のアルフォンス・エルリックです。俺が鋼の錬金術師、エドワード・エルリック。あ、こんにちは、おじさん。あら、今日はなんだか賑やかね。お、いらっしゃいロゼ。今日も教会に？ええ、お供え物。見慣れない方が。錬金術師さんだとよ。探し物してるそうだ。探し物見つかるといいですね。レト神のご加護がありますように。
ロゼもすっかり明るくなったな。ああ、これも教主様のおかげだ。へえ。あの子ね、身寄りもない一人者の上に去年恋人まで事故で亡くしちまってさ。あん時の落ち込みようと言ったらかわいそうで見てられなかったよ。そこを救ったのが創造主たる太陽神レトの代理人コーネロ教主の教えだ。生きる者には不滅の魂を、死せる者には復活を与えてくださる。その証拠が奇跡の技さ。お兄さんも一回見に行くといいよ。死せる者に復活を、ねえ、うさんくせえな。兄さん、どうする？一度見に行ってみるか、その奇跡の技っての。教主様、教主様、奇跡の技を。どう思う？どうもこうも、あの変性反応は錬金術でしょ。それにしては法則が。お二人とも来てらしたのですね。あんたはさっきの。どうです、まさに奇跡の力でしょう。コーネロ様は太陽神の巫女です。いや、あれはどう見ても錬金術だよ。コーネロってのはペテン野郎だ。でも法則無視してんだよね。法則？一般人が見たら錬金術ってのは無制限に何でも出せる便利な術だと思われてるけどね、実際にはきちんと法則があって、質量が1のものからは同じく1のものしか、水の性質のものからは同じく水の性質のものしか錬成できないんだ。つまり錬金術の基本は等価交換。何かを得ようとするならそれと同等の代価が必要ってことだ。その法則を無視してあのおっさんは錬成しちまってんだ。だからいい加減奇跡の技を信じたらどうですか、お二人とも。兄さん、ひょっとして。ああ、ひょっとするとビンゴだぜ。お姉さん、僕この宗教に興味持っちゃったな。まあ、やっと信じてくれたのですね。どうぞこちらへ。教主様は忙しい身でなかなか時間が取れないのですが、あなた方は運がいい。悪いね、なるべく長話しないようにするからさ。ええ、すぐ終わらせてしまいましょう。このように。これは教主様の命だ。教主様のお言葉は我らが神のお言葉。これは神の意志だ。ひどい神もいたもんだ。you
中身がない。空っぽ。これはね、人として犯してはならない神の聖域とやらに踏み込んだ罪とかいうやつさ。僕も兄さんもね。エドワードも。ま、その話は置いといて、神様の正体見たりだな。そんな、何かの間違いよ。なあ、もうこの姉ちゃんはここまでされてまだペテン教師を信じるかね。ロゼ、真実を見る勇気はあるかい？神聖なる教会へようこそ。教義を受けに来たのかね。ああ、ぜひとも教えてほしいもんだ。せこい錬金術で信者を騙す方法とかね。さて、何のことやら。私の奇跡の技を錬金術と一緒にされては困るね。賢者の石使ってんだろ。例えばその指輪がそうだったりして。さすがは国家錬金術師、すべてお見通しというわけか。ご名答。伝説の中だけの代物とさえ呼ばれる幻の術法増幅器、わずかな代価で莫大な錬成を行える。探したぜ。なんだその物欲しそうな目は。この石を使って何を望む？金か名誉か。あんたこそペテンで教祖に収まって何を望む？金ならその石を使えばいくらでも手に入るだろう。金ではないのだよ。むしろ私のためなら喜んで命も捨てようという従順な信者こそが必要だ。素晴らしいぞ。死をも恐れぬ最強軍団だ。見ているがいい。あと数年の後に私は国を切り取りにかかるぞ。いや、そんなことはどうでもいい。単刀直入に言う。賢者の石をよこしな。そうすれば町の人間にゃあんたのペテンは黙っといてやるよ。はこの私に交換条件とは。貴様のようなよそ者の話など信者どもが信じるものか。奴らはこの私に心酔しておる忠実なしもべだ。確かに信者は俺の言葉には耳も貸さないだろう。けど彼女の言葉にはどうだろうね。ローゼ、一体何がどういう。教師様、今おっしゃったことは本当ですか？私たちを騙していらっしゃったのですか？奇跡の技は、神の力は私の願いを叶えてはくれないのですか？あの人を蘇らせてはくれないのですか？確かに神の代理人というのは嘘だ。だがな、この石があれば生体の錬成も、お前の恋人を蘇らせることも可能かもしれんぞ。ロゼ、聞いちゃダメだ。ロゼ、いい子だからこちらにおいで。行ったら戻れなくなるぞ。お前の願いを叶えられるのは私だけだ。そうだろう。
最愛の恋人を思い出せ。さあ。二人とも、ごめんなさい。それでも私にはこれしか、これにすがるしかないのよ。いい子だ、本当に。さて、我が教団の将来を脅かす異教徒は速やかに粛清するとしよう。この賢者の石というのは全く大した代物でな、こういうものも作れるのだよ。キメラを見るのは初めてかね？ん？どうした猫野郎、しっかり味わえよ。ロゼ、よく見ておけ。これが人体錬成を神様とやらの領域を犯したトガ人の姿だ。鋼の技師オートメイル。ああ、そうか、鋼の錬金術師。降りて来いよ、ドサン流。格の違いってやつを見せてやる。なぜこんなガキが鋼なんぞといういかつい称号を掲げているのか不思議でならなかったが、そういうわけか。ロゼ、この者たちはな、錬金術師の間では暗黙のうちに禁じられている人体錬成を、最大の禁忌を犯しおったのよ。僕に任せて。そうだな、これを使えば人体錬成も成功するかもな。勘違いすんなよ、ハゲ。石が欲しいのは元の体に戻るためだ。もっとも、元に戻れるかも。だけどな。教師さん、もう一度言う。痛い目見ないうちに、石を僕たちに渡してほしい。神に近づきすぎ、地に落とされた愚か者どもめ。ならばこの私が今度こそしっかりと神のもとへ送り届けてやろう。わあ、あゆ、一旦出るぞ。出口はこっちで操作せねば開かぬようになっておる。ああ、そうかい。バカだ。出口がなけりゃ作るまでよ。この教会マジでけえな。信者も多いしよ。あのペテン教師の影響力は絶大ってことか。兄さん、どうすればいい？見せしめだ。貴様、こいつら倒すしかねえな。
しやがれ。逃がさねえ。お、この部屋は放送室よ。教師様がラジオで協議をする。ほほー、あ、なんかいやらしいこと考えてる。さっきの話だけど、まだ信じられない。そうまでしないと連生できないなんて。言ったろ、錬金術の基本は等価交換って。何かを得ようとするならそれなりの代価を払わなければいけない。でもそこまでの犠牲を払ったからにはお母さんはちゃんと。人の形をしていなかった。人体錬成は諦めたけど、それでも兄さんは僕の体だけでも元に戻そうとしてくれてる。僕だって兄さんを元に戻してやりたい。でもそのリスクが大きいのは、さっき話した通り、報いを受け命を落とすかもしれない。僕たちが選んだのはそういう業の道だ。だからロゼ、君はこっちに来ちゃいけない。小僧、もう逃がさんぞ。やれやれ、あんたを信じてる人たちもかわいそうなことだ。信者どもなぞ戦のための駒だ。ただの駒に同情など不要。錬金術と奇跡の技の区別もつかん信者を量産して駒はいくらでも補給可能。ふっ、うわっ。何がおかしい。だからあんたは三流だっつんだよ、このハゲ。これなんだ。いつからだ。最初からもう全部ダダ漏れ。そんな、この愚か者。僕に任せて。このガキ、ぶち殺す。愚か者が。覚悟しやがれ。逃がさねえ。愚か者が。私は諦めんぞ。この石がある限り何度でも奇跡の技で。
教師様。リバウンド？どういうことだ？この賢者の石さえあれば、お前たちなど相手ではない。させない！素晴らしいです。くそ、貴様らのせいでこんなことに。許さんぞ。罪人め。わかりました。神のもとへ送ってやろう。はい。あら、やった。素晴らしいです。行くよ。はい。覚悟しやがれ。逃がさねえ。壊れた。どういうことだ。完全な物質であるはずの賢者の石がなぜ壊れる。知らん知らん。私は何も聞いてない。石がないと私は何もできん。助けてくれ。やっとお前の体を元に戻せるかと思ったのにな。僕より兄さんの方が先だろ。オートメールはいろいろ大変なんだからさ。しょうがない。また次探すか。そんな。嘘よ、だって。生き返るって言ったもの。諦めなろうぜ、元から。なんてことしてくれたのよ。これから私は何にすがって生きていけばいいのよ。教えてよ、ねえ。そんなこと自分で考えろ。立って歩け。前へ進め。あんたには立派な足がついてるじゃないか。あんな小僧に私の野望を。この冗談じゃないぞ。これまでどれだけの投資をしたと。ほんと、せっかくいいところまで行ったのに台無しだわ。困った教師様ね。久しぶりに来てみれば何この騒ぎ。あんたたちどういうことだ。あんたがくれた賢者の石壊れてしまったじゃないか。やあね、あなたみたいなのに本物を渡すわけないじゃないの。この石を使えば国を取れると言ったではないか。そんなことも言ったかしら。こっちとしてはこの地でちょっと混乱を起こしてくれるだけでよかったのよね。ね、ラスト、このおっさん食べていい？
食べていい？ダメよグラトニー、こんなの食べたらお腹壊すわよ。どいつもこいつも私をバカに。あなたもう用済みよ。はあ、せっかくここまで盛り上がったのにまた一からやり直しね。お父様に怒られちゃうわ。さて次はどんな手を使おうか。おや、食べちゃいけないったら。